はい、こんにちは。そしたらですね、前回のドイツレベルのマクラーレン 570S は終了、完成しましたんで、今回から新しいキットをやっていくんですけれども、一応この間開封動画を上げました NSX の製作をしていこうと思います。現行型の NSX ですねの製作をしていこうと思います。で、一応開封動画の方でも言ったんですけども、まあ僕なりの解釈で、NSX のタイプ R が出たらこんなになるんじゃないかなっていうのを作ってみようと思ってます。結構ねハイブリッドスポーツになって、賛否両論ある NSX ですけれども、まだねそのタイプ R って言われるグレードが発表すらもされてない、本当に出るかどうかも分かんないっていう状況なんですけれども、ホンダなんでね出してくれるだろうと期待はしてるんですけれども、そういうタイプ R こう結構ね期待してる人は多いと思うんですけど、このタイプ R を実際にこんな風に作ってほしいなっていうのをこうちょっとイメージして作ろうかなと思ってます。はい、というわけで早速ね、ボディの加工からやっていこうと思うんですけれども、まあ基本的に、タイプ R っていう、モデルっていうのが基本的にその市販車のベースボディそのまんまっていうのが、もともとスタートだったんですよね。ベースボディそのまんまで、エンジンのバランス取りだったりとか各部の軽量化だったり、あとサスペンションのリチューニングだったりっていうので、こうサーキット走行にも対応できる車を作るっていうのがそもそものタイプ R のスタートだったんですけれども、時代が変わっていくとともに、市販車の状態でね多分結構もうギリギリまで性能を上げられてるっていうのがあるんだと思うんですけれども、最近のタイプ R、シビックタイプ R しかね今出てないんですけど、FK2 にしても FK8 にしても、どっちもねちょっとワイドボディになってたり、エンジンがもうターボに変わったりっていう感じで結構ゴンとハイチューンな、仕様になってることが多いです。ただ基本的なね構造、そのシビックならシビックらしさっていうのはなくさないようにっていう形で作ってあるので、現行のね FK8 にしたって前後のバンパーとかもほとんどベースのシビックハッチバックとほぼほぼ一緒なんで、もう一番最初のそのベースボディのイメージそのまんまにサーキット走行できるようにっていうようなコンセプトはそのまんまやっていう形になってるかなと思うので、今回僕が作るこの NSX に関しても基本的にねそのボディの大まかなアウトラインっていうのはあまり変えないようにしようかなと思ってます。というわけで、ちょっとね練習も兼ねて右半分もうやっちゃったんですけども、こんな感じ、わかります？これ黒いのパテなんですけど、瞬間接着、黒い瞬間接着剤、パテみたいなやつなんですけど、こことここに塗ってあるんですけど、要は、リアフェンダーは片側1ミリ幅を広げてます。ここだけで1ミリ幅を広げてます。でフロントに関しては、0.5 ミリ幅を広げてあります。でスケールが24分の1なので、1ミリ広がってるっていうことは実写スケールでいうと24ミリで、合わせ目のところを削ったりしてるんで、約20ミリぐらい、片側ですね、片側約20ミリぐらい広がってるっていう感覚で、フロントが、0.5 ミリなんで、12ミリなんですけど、これもちょっとね削ったりとかしてるんで、大体10ミリぐらい広がってるっていうイメージで、やってます。で、
まあ後でちょっとこうどういう風にやったかっていうのを説明する、やるかっていうのは説明するんですけど、リアフェンダーに関してはね、ここの部分で分割してあります。ここの部分ですね。ここの部分で分割して、この間にプラ板を差し込むことでこうグッと幅を広げるっていう形にしてます。まあ、なんでそういう風にしたかっていうと、まあ、ここのラインをうまくそのまんま活かすっていうのがなかなか難しいっていうのと、あとここで拡大することでここのサイドのダクトがちょっと大きくなるんですよね。こっちよりもこうちょっと大きくなるっていうのもあって、まあ、その辺いろんな、効果を狙ってこういう仕様でやりました。はい。でフロントに関してはここの耳のところに 0.5 ミリのプラ板をこう貼り付けたっていうか、貼り付けてこうなだらかに成形したっていう感じになってます。でこのフェンダーのね、この縁のこの耳っていうんですかね、この部分、純正の車の場合絶対ここに耳があるんですけれども、これをねこうボディ広げるからって言ってこうここの耳をなくしちゃってこうガバッと広げたりすると一気にねチューニングカーみたいになっちゃうんで、それは絶対嫌だったんで、あえてねこういうちょっと面倒くさいんですけど、ここに耳を作ってパテで間を埋めるっていう方法でやってます。というわけで、これをどういう風な作業の工程でやっていったかっていうのを、まだ作業したのはこっち側で説明していこうと思います。はい、そしたらですね、作業の手順としてはまずね、どこでカットするかっていうのを、カットするかっていうあたりをつけるために、マスキングテープを貼っていくんですけど、どこ行ったマスキングテープ、ちょっと待ってくださいね。この当たりをつけるためにね、ちょっとマスキングテープを貼っていくんですけども、まあ、ちょっとねここでカットするんで、ここのねプラ板の厚みもちょっと考慮しつつ、こうね切るラインにマスキングテープで目安をつけていきます。でまあこの貼ったマスキングテープに沿って、まずねこんな毛がき針とかで、傷を入れていくんですけど、ちょっとねマスキングテープ1枚だと若干弱いんで、ちょっと2枚ぐらい重ねといた方がいいと思います。本当はねこの筋針のガイド用のテープとかも売ってるんで、本当はそっちを使う方がいいとは思うんですけど、ちょっと僕持ってないのでま買ってこいっていう話なんですけど、まあ、こんな感じでこれでも代用できるんでこれでやっていきましょう。はい、で、こう沿ってね線を引くんで、最初はねこうなるべく力を入れずにこうスーッとなぞっていく感じでやってみてください。最終的にね、パテでね、後から修正するんで、多少のね、ズレとかは、まあ、多めに見ても全然平気です。平気です。まあ、なんとかなります。こうやってあげて。ある程度深くしてあげたら、まあ、カッターナイフとか使ってね、こう切っていきます。
こんな感じで切れました。で、このね、ここの間をこうちょっと開けてあげて、ここに、プラ板を差し込むっていう感じですね。はい、というわけで今回使うのは、0.5mm のプラ板、これを使っていきます。で、なんで 0.5mm 使うかっていうと、0.5mm だとね、ハサミで切れるんですよ。なんで、最初のね、ある程度大雑把に切るっていう加工がしやすいっていうので、僕はいつも 0.5 を使ってます。で、切りがいい筋なんで、2枚重ねたら 1mm、 3枚重ねたら 1.5mm っていう感じで、こう厚みのコントロールがしやすいっていうのも一つですね。で、一応、ざっくり適当にこんな形である程度合わせて切ってあるので、これをリアフェンダーは 1mm にしたいので、この2枚をボンドで貼り合わせておきます。今回はね、海外キットじゃないので ABS あんまないんですよ。ほとんどスチロール樹脂なので、もう普通にタミヤセメントが何も考えずに使います。はい、で一応ねこんな感じでプラ板をね間に挟んであげる。で、このはみ出てる分はね、後で削ってしまえばいいだけなんで、ある程度ね、きっちり位置を合わせてあげて、で、ここに挟むからって言って、ここのラインがきっちり合ってないと、後々ね、テールレンズがはまらなかったりとか、いろいろ弊害が出てきちゃったりするので、その辺もね、ちゃんと考えながら調整してあげてください。上げてくださいじゃない、上げてしていきますな。これは僕が勝手に作ってるだけのキットだから。こうね、しっかりこのラインが合ってるかどうかをしっかり確認してたら、とりあえずまずはね、こう流し込みである程度決めちゃうといいと思います。こんな感じ。こんな感じでね、プラ板を入れてあげたんで、今ここのね、幅がポンと 1mm 広がりました。そしたら、ある程度今の段階で、大まかな部分はね、削ってしまって、ある程度この出っ張ってたプラ板を削って、カッターナイフでね粗削りしてあげて、あとはねペーパーで整えていくんですけど、どうしてもねやっぱちょっと隙間とかがねできちゃったりとかするんで、そういう部分に、この子を使っていきます。
まあね、後で削るんで、ざっと大まかでいいので。瞬間接着剤に黒い溶きパテが溶かしてあるので、こんな感じでね、こう隙間を埋めるような感じでこう縫い付けていってあげる。結構気泡が入りやすいんで、気泡が入るとね、後で削ってると巣穴が後から出てきてしまうんで、こうちょっとね、こうクックッと押さえるような感じでやってあげるといいと思います。でね、これいつものアルテコの高加速浸剤。かけてあげると、まあ、ほんのものの5分ぐらいで削れるようになります。じゃあちょっと次フロントの準備をしていきます。はい、そしたらね、フロントフェンダー用にこれも切り出したんで、これをまたここに貼っていきます。細かいとこはね、もうその人のオリジナリティなので、もうある程度好きなようにやっちゃえばいいんじゃないかなと思います。ただ最初にね、制作に入る前の時点でね、ある程度のことは決めておいた方が後からねブレていかないと思うので、どういう風にするっていうコンセプトはしっかり決めておいた方がいいと思います。まあ、今回の僕に関しては、タイプ R っていうことで、なるべく市販車のそのベースのボディのイメージはなるべく崩さないようにっていうコンセプトで考えているので、それを重視してやっていこうとは思ってます。こんな感じでね、接着してあげて、あとはちょっとまたさっきと同じ要領でカッターでね、ある程度形を整えていきます。つける前にね、ある程度形を整えるっていうのでもいいのはいいんですけど、結構ねそれって難易度高いんですよね。よりはちょっと大きめに切っといて、あとはもう実際に貼っつけてから調整するっていう方が多分やりやすいと思います。少なくとも僕の技術だったらこの方がやりやすいと思うので、こういう感じでやってます。こうやって削る過程でね、この周り気づけてもね、どうせ後でさっきみたいに瞬殺パテ乗っけちゃってね、削っちゃうんで、どうせ分かんなくなりますんでね、大丈夫です。
そうだね、こんな感じである程度形を整えたらまたねこの黒い瞬間接着剤で隙間を埋めてあげます。はい、こんな感じ。まあ削るんでこれも適当に塗ってます。そしたらねこれでちょっとしばらく乾かしてあげます。はい、そしたらね、この黒い瞬間接着剤が乾きましたので、まあ、このマジックヤスリの600番から、600番使って削っていきます。まあね、とりあえずざっくりと削っていきましょう。とまあこう削ってあげて、こんな感じ。ちょっと動画だとねカメラ越しだと若干分かりにくいですけど、ちなみにここはね、もう全体的に当たってこうつるっとした感じにはなってます。まあこの上からね後でサフを拭いてあげたらねもうちょっと粗は出てくるとは思うんですけれども、まあまあまあ、今パッと見た感じはまあ綺麗に削れたかなと思います。こんな感じ。これでね要はこの分この間に挟まってるこのプラ板、この分だけフェンダーが広がったっていう感じですね、左右ともっていう感じになってます。はい、そしたら次フロントもやっていきます。はい、とまあこんな感じで、フロントフェンダーも、0.5 ミリですねこう広がりました。で一応広がりはしたけどここの耳の形は残してるっていう形になってるんで、まあ、あの純正っぽい感じで、仕上がったかなと思います。あとまあちょっと左右ね見比べて少しここのバンパーの横のところちょっと左右の幅がね若干違う感じになっちゃったんで、その辺とかはねまた細かい微調整はしていこうと思います。まあ、とりあえず、フェンダーの加工は、こんな感じになりますんで、まあ、今回の動画はこれで終わりっていう形にしようかなと思います。次はね、まあちょっとマーキング貼ってありますけどボンネットの加工をやっていこうと思いますので、また続き見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけましたら、動画の続き、更新しましたらすぐに通知が来て見れるようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけましたら非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。